ここは王国軍の本拠地、レイストン水上要塞だ。民間人の立ち入りは遠慮してもらっている。あの、私たち掲示板を見てきたんだ。特別訓練とやらに関係する仕事があるはずよ。上官から聞いてない？ああ、その件かい。さっき司令部から通達があったばっかりだよ。兵士でもないのに訓練に出るとはご苦労な話だ。まあこれも仕事よ。というわけだから責任者に取り次いでくれる？ああ、構わないが、あんたたちの準備は大丈夫なのか？どういうこと？いや、訓練が始まってもうだいぶ経つからな。きっと中に入ったらすぐ模擬船に駆り出されるはずだ。だから装備の変更なんかはここで済ましておいた方がいい。ああ、なるほどね。そういうことならちょっと時間が欲しいわね。確かにそうね。悪いけど少し待ってくれる？こちらは構わないよ。では用意ができたらまた俺に声をかけてくれ。おう、準備はできたかね。よし、それでは隊長に取り次ごう。と思ったらお出ましのようだな。久しぶりだね。ラッセル博士の誘拐事件では君たちにいろいろと迷惑をかけた。いずれきちんとした形でお詫びしたいと思っていたんだ。いいってば。代わりに逃がしてくれたんだし。そうか、そう言ってもらえると助かるよ。ところで今日は掲示板を見てきたんだ。なんでも特別訓練をやってるそうじゃない。ああ、本来はいつも通りの定期訓練だったんだが、実は間もなくモルガン将軍がここにいらっしゃる予定でね。気合を入れ直すために急ぎ訓練内容を変更したのさ。なるほど、納得。あの大声で怒鳴られちゃさすがに答えるもんね。本当にね。本来こうした仕事はカシウス准将の管轄なのだが、今はあいにくとご不在でね。私が責任者を務めているんだ。あ、そうなんだ。そっか、父さんも普段はここに。今回はすぐにお戻りになる予定だ。しばらくツァイスに滞在するならまたそのうち会う機会もあるだろう。うん、そうよね。シード中佐、お時間が。ノット、話しすぎか。ではベルク区長、後の説明はよろしく頼む。あれ、中佐って確か前はシード少佐だった気が。ああ、実は事例があってね、中佐に昇進したんだよ。へえ、そうなんだ。おめでとう、シード中佐。あ、その、
ありがとう。当然の職務を遂行しただけで少しばかり面はゆいんだがね。またまた、ほんと謙虚なんだから。いや、全くその通り。中佐にはもっと前に出ていただかないと。ビルク副長、職務を忘れたのかね。これは失礼。それじゃ早い。依頼は訓練への参加、具体的にはどうすればいいの？君たちには兵士相手の模擬戦闘に参加してもらう。戦闘は2連戦の予定で、インターバルの時間は一切ない。ペース配分を考えないとシビアな戦いになると思うぜ。休憩なしの連戦か。それはきつそうね。確かにきついだろうが、君たちの役目は戦いを通して兵士たちに模範を示すことだ。だから手を抜かず必勝を期して臨んでほしい。了解したわ。言われるまでもないわ。それは頼もしいな。それでは遊撃士諸君を訓練場までご案内してくれ。は、了解しました。後ほど訓練場で会おう。では案内する。ついてきてくれ。懐かしいわね。前来た時は暗くてよくわからなかったけど、こうして眺めるとここって大きな基地よね。ほんと、要塞とつくだけのことはあるわね。ええ、何しろ王国軍の本拠地ですから。各地にある砦や関所とはちょっと規模が違いますね。おや、どうやらそろそろ始まるようだよ。それではこれより模擬戦闘を開始する。今回は対抗部隊として遊撃士の精鋭において願った。兵士諸君は必死で挑むように。武術大会優勝者を含む強豪だぞ。説明した通り、諸君には2連戦をお願いする予定だ。それを念頭に置いて戦闘に臨んでくれたまえ。うん、了解よ。何連戦でもいいわよ。気の済むまでお相手するから。よし、では始めよう。両者構え、勝負始め。そこまで。よし、勝ったわ。さすがに問題なかったわね。ですね。あったった。何をぼんやりしている。直ちに撤収するように。はい。
次、ベルク副長。はっ。どうやら本当に休ませてくれないみたいね。はっ、参ったな。せめて乱れた髪ぐらい整えさせてほしいものだよ。さすがは大会優勝者。わざと隙を見せて我らの油断を誘うつもりか。いやー、それって絶対深読みのしすぎだから。訓練中だぞ。死後は慎みたまえ。それでは第2戦勝負始め。そこまで。僕らの勝ちだね。うん、どうにかね。敗れたか。うん、副長、まだいけるかね。はい、問題ありません。よろしい。ではすぐに準備をしてくれ。了解しました。準備って？何のことだろうね。僕の華麗な戦いに感動して祝勝会でも開いてくれるのかな。祝勝会？無視してちょうだい。了解した。いや、準備とはもちろん次の模擬戦闘の準備のことだ。言ってたじゃない。ああ、確かにそう言ったが、しかし君たちはこう答えた。何連戦でもいいとね。あら、よく覚えてたわね。知らねえ。仕方ないじゃない。その場の勢いってやつよ。そのお言葉に甘えてもう一戦だけ所望するよ。最後の相手はこの私が務めさせてもらう。シード中佐が？ようやく本音を覗かせたようだね。腕がうずいて仕方がない。素直にそう言えばいいものを。見抜かれたか。なるほどね。そういうの嫌いじゃないわよ。お待たせしました。ご苦労。それでは始めようか。用意はいいかね？ええ、いつでもいいわよ。よし、ならば行くぞ。
Thank you.
安心ですね。なんとか勝てたみたいね。ええ、どうにか。ああ、危なかったわ。ここまで押されるなんて。見事だ。乾杯だよ。連戦の果てにこれだけやれるとはさすがだ。兵士たちにとって最高の模範を示してくれたな。それはこっちのセリフよ。悔しいけど勉強させてもらったわ。うん、あんなにアーツに苦しめられたのって初めてかも。自分のオーブメント見直してみる気になったわ。そう思ってくれたなら立ち会った甲斐があるよ。問題は何を使うかではなく、どう使うかということにある。アーツでもクラフトでもその点は同じだと思うよ。なるほど、それは進言だね。我々王国軍も遊撃士の諸君に負けぬよう研鑽を続けるつもりだ。王国の平和のためこれからも切磋琢磨していきたいものだよ。うん、私たちも精進するわ。機会があったらまたお手合わせお願いね。そうね、ぜひ頼みたいわ。ああ、約束しよう。負けっぱなしでは寝覚めが悪いからな。以上をもって訓練を終了する。兵士諸君、ご苦労だった。遊撃士諸君、今日はわざわざすまなかった。これから先も協力を要請することがあるだろう。その時にはまたよろしくお願いするよ。うん、こっちこそよろしく。私たちの方もできる限り軍と協力して動くつもりよ。必要な時にはいつでもギルドに連絡して。よろしくお願いする。では最後に諸君にこれを渡しておこう。ベルク副将。はっ。つまらない品だが訓練への貢献を称え送らせてもらうよ。どうか有効に活用してくれたまえ。ありがとう、シード中佐。助かるわ。ではこれで失礼。諸君と再会できる日を心待ちにさせてもらうよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。